どうもこんにちは、星野カービィです。はい、今日はですね、ジャズの本、を、何冊か紹介したいと思います。僕は別にジャズメンではありません。まず断っておきますが、ジャズセッションとかできません。なんでジャズに興味があるかというと、そのジャズのアドリブセッションとかやるじゃん。なんかあの人たちが、どういう考え方、どういう思考回路であのアドリブをこう生み出しているのかっていう、そのなんか頭の中には興味があると。自分でやろうとは思いません。なんだけど、やってる人の頭の中に興味があるということで、あのジャズの本を何冊か買って家にあるんですけれども、それの中から何冊かちょっと紹介したいと思います。まずは、こちら、ジャズをやってる方からしたらもうその定番中の定番というか、もうこれは教科書みたいなものでしょう。ジャズスタンダードバイブルっていうですね、これあの通称黒本と呼ばれておりまして、あのこれ何かっていうと、ジャズのセッションする人たちっていうのは、まあ大抵これを持ってる。で、この中から、この中にスタンダード曲がいっぱい書いてあって、今日何やるとかっていうのは、これをパラパラこう見ながら、決めて、じゃあこれやろっかっつって、じゃあこれをこう開いてこう置いといて、これを見ながらこう弾くっていう、それなんかなんつうのかな、みんなが共通で持ってる教科書みたいな、そういうやつなんですよ、黒本ね。黒本で、昔は青本っていうのがあったみたいなんだけど、今は、この黒本っていうのが出たから、あの 黒本で、ジャズのスタンダード曲が、スタンダード曲っていうのは、そのまあ落語で言うと古典みたいなね、そのもうみんながやる、みんなが共通として知ってる曲っていうのが入ってる。で、コード進行とそのテーマっていう、そのメロディーが入って、ここに五線譜で書いてあると。で、これを見ながら最初はこうテーマを弾いて、その後アドリブに入って、またテーマに戻って終わるみたいな、そういうなんかジャズのこうな組み立て方みたいなのがあるんですけど、そういうのをこう、まあみんなのお客さんの前でやるということで、だからジャズで実際にセッションする人たちは必ず持ってるはずです、これね。そういう本があるっていうことに、まず俺はだから知らなかったから驚いたという、で教科書みたいな、ね、ものです。で、今日紹介する、これは前からあるんだけど、実はですね、本屋行ったらね、こんな本があるのを見つけて、うおっと思って見つけちゃいました。これででん、ジャズスタンダードバイブルの、ちっちゃい版、並べるとこんな感じね、すごいちっちゃいのが出たんです。ハンディエディションっていうのが出てました。で、すぐ買いました。あ、両方とも3500円、両方とも3500円なんだけど、これの何がいいかって、こうパラッと開くじゃん。で、ちょっとこう中は映せないんだけど、これね、こういう感じで、ここがなんつうの、ルーズリーフみたいにこうパタッて開いておけるように、これね、こうなってんのよ。で、本も結構その何、表紙のこの部分が結構頑丈になってて、本当にこうやってパラッて開いてちょっと演奏してみたいな、これができるようになってるっていうのがすごいいいと思う。まあ俺ジャズ面じゃないんだけどね、俺はじゃあどういう風に使ってるのかっていうと、まああれだよ、適当に開いてそこにコード進行が載ってるわけよ、名曲のコード進行ですよ。それパクるっていう、そういうことですよね。うん、あのコード進行には著作権はないっていう風に言われてますから、まあそのままやりすぎると、さすがにこれってあの曲のじゃねとかなったりしますけど、実際僕のね、三ツ秋 TV ラップだってね、あのギュインさんがあの枯葉と同じ進行だっていう風に、言って動画出してますけど、実際そのコード進行っていうのはもう別にそのまま引用していいわけですから、それを引用するため、名曲がいっぱい載ってるわけだから、これはね。だから自分でなんかこう C、G、じゃあ G の次は Am かなとかで自分で自力でやるよりは、この名曲からね、別に全部パクんなくたって一部分だけパクったっていうわけだから、そういうのでこうたまにこうやって開いてウクレレ弾いたりしてるぐらいな感じ。セッションは してないです、何にもできません。で、このハンディエディションね、非常にいいですよね、これね、これはもう即買いでした。だからジャズをやらない人でも、ちょっとコード進行とかね、ジャズっぽいコード進行とかどんなんだろうみたいな興味ある人は、このジャズスタンダードバイブル黒本のミニバージョン買っとくといいと思う。あれなんだね、実際に演奏する人としてはこのでかいやつの方がいいかもしんないよね。そもそもその楽譜のこの部分がでかいからさ、これだとちっちゃすぎてどっか置くと読めないっていう人とかいるかもしれないから、まあ人によってっていう感じだと思うけど、非常によろしいものが出ました。そしてまあこのシリーズでいろいろ出てるんだけど、このジャズスタンダードセオリーっていうのを持ってます。これね、まあ結構難しい本です、うん、結構難しい本なんだけど、まあかなり丁寧に書いてあるので、
最初からこう、なんていうの、頑張って読み込んでいけば、なんだろう、他のいろんな音楽理論の本をバーって寄せ集めてんだけど、こっちはこう言ってんのに、こっちはこう言ってんなとか、これどうなってんのみたいな、分かんなかったことが、ここではすごく丁寧に説明されてたりする。あ、そういうことなのね、みたいな。例えば、その、ナチュラルマイナースケールがあって、ハーモニックマイナースケールがあって、メロディックマイナースケールがあってっていうのは、その3つのね、マイナースケール、3つもあって、マイナーってややこしいな、みたいな。思ってたりしてたんだけど、なぜそれがこうそういう3つあるのかっていうことに関してもちゃんとテキストですごく細かく書いてあって、あ、そういう理解をしておけばいいんだっていう、モヤモヤが残らない説明の仕方が全部されてるから、結構ほんと難しいんだけど、まあ、これを読んでおけば、まあ、何を考えてるのか、あ、ジャズをやってる人の頭の中がこうなってるのかというのがよくわかる。で、他の音楽理論の本勉強 しなくても、いろいろ買わなくても、まあ究極言えばこれ1冊あればジャズのことは分かる。まあ難しいんだけどね、うん、はい。最後に紹介するのがこの本なんですが、線から描くジャズアドリブの作り方っていうね、これジャズのアドリブをどう構築していくかっていう本なんだけど、これは出たばっかりです。昨日8月24とか3とか最近出たばっかりの本です。すぐ買いました。で、これはなんですぐ買ったかというと、これの前の本があって、実は俺現物持ってなくて、Kindle なんですよ。はい、こちら、ドレミで覚えるジャズアドリブの法則っていう、これの Kindle 版を僕持ってるんだけど、この本がすげえいいんですよ。すげえいいの。ジャズのアドリブの仕方、まあ僕アドリブしないって言ったら、アドリブをどういう風に考えて、そのアドリブ取る人はアドリブを取ってるのかっていう、そういう本なんだけど、非常にわかりやすい。ジャズのアドリブに挑戦してみたいが、どこから手をつけたらよいかわからない。長いフレーズが作れない。フレーズがマンネリ化している。そんな悩める演奏家のための一冊。本書では4つの素材の組み合わせという単純明快なアドリブフレーズの作り方を提示。その4つとは、スケール、アルペジオ、半音階、リズム。それらの使い方とつなぎ方を知れば、誰でも簡単にフレーズを作っていけるのですっていうね、まあいろいろ書いてありますけど、そのスケール、アルペジオ、半音階、リズムっていう、この4つのこと、まああんま詳しく言うと本の中身になっちゃうんだけど、まあスケールは本当にスケールだよ。ドレミファソラシドのスケール。半音階はド、ドシャープ、レ、レシャープ、ミ、ファ、ファシャープとかって、それが半音階でしょ。アルペジオっていうのは、コードのアルペジオってことですね。C だったらドミソ、ドミソシ、ドミソシ、ドミソシみたいなね。あとはリズムっていうのは、そのちょっとリズムを変えるみたいな。それの組み合わせ、4つのことの組み合わせだけでアドリブっていうのは作れてしまうんですっていう、まあある意味すごい言い切っちゃってる本なんだけど、いやマジかよみたいな。よくそういう本ってさ、やっぱ売り文句で分かりやすいよっていう風に言うけど、実際読んでみると、ああ、そういうことね、ああ、そりゃまあそうだけど、そうだけど結局むずいじゃんみたいな、そういう展開になる本ってやっぱ多いじゃん。でも本当にその通りで、この4つのパターンを本当に一から、本当にドレミファソラシドドシラソファミレドみたいな、本当そんな楽譜からやんの。で、聞くと CD もこれ入ってるんだけど、あの聞いてると本当に何これで、これがアドリブなのかみたいな。最初はね、本当にこの調子で、あのアドリブが弾けるようになるのっていう風に思いながら俺やってたんだけど、頭からさやってたの、 Kindle これ開きながら、音源立ち上げながらやってたんだけど、で実際に俺はあの Ableton で打ち込みながらやった。まあそんな感じで、自分で打ち込んでね、この前作の時は練習したりとか、してたんだけど、本当に分かりやすいのよ。本当にそれドレミファソラシドドシラソファミレドみたいな、そんなところから始まってやってくんだけど、気づいたらいつの間にか本当にその実際にプロの人があの吹いてるアドリブのフレーズに なってったりとか、実際のプロの人のフレーズを分解すると、本当にこのスケールとか半音階、アルペジオ、リズムでできていたりとか、すごい本です、これは。すごい本で、それがすごかったから、この今回のこれも買ったと。で、この線で書くってやつは、この前作のドレミで覚えるっていうやつと、まあ内容は多分被ってる感じなんだけど、その線から描くっていう要素を新たに加えたことによって、さらにそのアドリブの伝え方をこう分かりやすくしたバージョンっていう感じだと思います。ちょっとパラッと見ると、これ山なりにしてみるとかさ、だから本当にこうアドリブをこう線で考える、こう上がって下がってとか、上がって落ちてまた上がってとかね、こういう風に考えるんだなみたいな。で、意外と単純なのよ、そういう本当にそんな感じなの。だ、じゃあちょっと上がって下がって、上がって上がって落ちようかみたいな、本当だからそれぐらいな感じでやってるんだなっていう。実際そうだよ、読んでみるとそうだもん。
だからその上がるときにじゃあどの音を使って上がるのかなとかさ、どういう音で下がっていくのかっていうのがだからそれぞれ人それぞれね、あのテクニックとかになってくるんでしょうけれども、まあ基本的にはそういう風に考えてるんだなっていうのが分かっただけで俺にとっては非常に収穫だと。だから自分で打ち込むときもね、あじゃあここ上がっていこうかみたいな、じゃあここ下がってみようかみたいな、ジャズの人たちのこう頭の中をちょっと垣間見ることができたなっていう風に思える本だった。はい、ということで以上、音楽興味ない人はちょっとあれだったかもしれませんが、ジャズの本いくつか紹介してみました。下にリンク貼っておくのでね、気になる方はチェックしてみてください。それでは以上、星のカービィでございました。じゃあの。